私の周りにいたウクロたちは私の命令以外を聞かない、というより彼らは自分の意志を持たない。体は修復することはできても、魂を入れる器が壊れてしまっているから、穴が開いたバケツのように魂が漏れてしまう。押し止めることができても完全に流れを止めることはできない。はじめは怨念で動いていた袋も、時が経てばただの骨の塊になる。私が動かさなければ彼らは何もできやしない。でも、あなたの器は綺麗なままだったおかげで、ひとかけらも魂が逃げていった。私の命令を素直に聞くこともできるし、無視することもでき、反抗的な態度を取ろうとするなら、その時は容赦しないけど、最近姿を見ておらぬのでな、少し戯れてみたいと思ったのじゃ。何を赤くなっておる。まさかこの鬼にあらぬことを想像しているのではあるまいな。先ほど暴れたのももしや、いや冗談じゃ。いくら獣よりは人に似ていようと、人ならざる者にそのような行為を抱く者などおるまい。私はどうにも耳が弱いようじゃ。耳のそばでこうして話していると随分とくすぐったそうにしてくれる。ではこの耳に、人の耳は不思議じゃな。かような丸い耳とは、お主から見ればわらわの耳の方がおかしいのじゃろうか。もう何百年とこの姿でおるからのう、わらわにとってはこれが自然じゃ。遠い昔はわらわも人の身であったんじゃがのう。
場では憎しみ以外何も覚えてはおらぬ。お主は今生きていて辛いことはないか？何、難しく考える必要はない。人の身に恨みをためておってもあまりいいことはないからの。わらわのごとくならぬよう少し愚痴を聞いてやろうというだけじゃ。恥ずかしいことも他人に隠さねばならぬこともここには鬼しかおらぬ。遠慮なくゆっくりと語るがよい。ふむ、なるほどの。時代が変わろうと辛いことはどこにでも存在するものじゃな。じゃが話すだけでも少しは気が楽になったじゃろ。わらわは仏でも何でもないからの。鬼は救いの手など差し出せぬ。できることといえば話を聞くことだけじゃ。はて、鬼が親切心を見せるのがそんなに不可解か？そうじゃなあ。もしかしたらお主をたぶらかして頭から食らうつもりかもしれんな。お主は本当に怖がらんのじゃな。からかいがいのない。さて、こちらの耳掃除は終わったぞ。次は反対の耳を差し出すがよい。うむ、素直なのは良いことじゃ。ではこちらも。耳の中の構造はわらわとそれほど変わらぬようじゃな。そうじゃよ。掃除をしながら耳の中もよく観察しておる。しっかりと覗かねば掃除などできまい。ましてや耳というのは脆弱な器官の一つじゃからの。下手についてしまえばダメにしてしまう。優しく優しく探ってやらねばな。子供扱い。人の、それもお主のようなまだまだ若い者などわらわにとって赤子同然よ。はじめに比べてお主も随分とおとなしくなってきたの。膝の上に頭を乗せた時はジタバタとしておったのに。存外わらわの耳掃除が気に入ったか。なんじゃ、本気で言っておるのか。
嬉しいことじゃが、少し戯れが過ぎたかの。あまり鬼に見入られてはいかんぞ。わらわはお主のことを面白がってからかっておるだけじゃ。鬼と人は所詮別物。存在が分かれているということは、分かれるべき断りがあるのじゃからな。少し無駄な話をしてしまったかの。あと少しでこちらの耳もきれいになる。このままおとなしくしておるのじゃよ。このくらいでと。あら、おかえり、ぶっちゃ。久しぶりやね。元気にしとる？うん。そう。また会えて嬉しい。ほんに嬉しいよ。大きくなったね。性のこと、体のことじゃなくて、しばらく見らんと顔つきが変わるもんよ。特に坊ちゃんみたいな男の子はね。毎日会えんのは残念やけど、大きくなったのにすぐ気づけるのは嬉しいね。あ、そっか、そうよね。服濡れとるね。雨やもんね。なら、お着替えせんと。うん、手伝ってあげるよ、ゆうお姉さんが。うん、濡れた洋服は脱いどってね。いつもね、これおじいさんの浴衣きれいにしとってくれて。坊ちゃんのおじいさんもお父さんもこれを着てたんよ。不思議やね。私はずっと生きてるから。ずっとここにいるから。一等不思議な気分よ。坊ちゃんのおじいさんとも遊んだし、坊ちゃんのお父さんともお話ししたし、坊ちゃんとも、こんなに長く一緒にいてる。このお部屋で坊ちゃんがまだちっちゃい頃に出会って一緒に遊んでね。それで大きくなってきたら
このおじいさんの浴衣を着てこれはね、おじいさんのおじいさんも着てたんよ。すごいでしょう。みんなこの浴衣を着るときに嬉しそうに笑うんよ。古くて嫌かしらって思ったりもするんやけど、誰も嫌な顔はせんでね。さあ、じゃあ体拭いて着替えよっか。ダメ、いや、やらせて。ダメ、そんな恥ずかしいなんて言うんはなしよ。せっかく久しぶりに坊ちゃんに会えたんやけん、ね、してあげたいんよ。ほら、手ぬぐい貸して。ありがとう。坊ちゃんはやっぱり優しいね。嬉しいんよ、させてもらえるのってとっても嬉しい。何でも一人でできますよって言われるより、たまに会うた時くらい甘えてくれた方がずと嬉しいもんなんよ。それに私が坊ちゃんにしてあげられることは他にはあんまりないしね。本当はお勉強でも何でも一緒に見てあげたいんだけどね。もうわからんでね。よし、大丈夫かね。冷えたら、どこも濡れとらん。それじゃ行きましょうね。それじゃあこっちもね。おかしいとこない？なら結ぼうね。できた。いい男。とっても決まっとるよ。ほんとほんと。おじいさんのそのまたおじいさんの浴衣やけど、坊ちゃんが一番似合うとる。そんな複雑な顔せんで、褒めてるんよ。なら坊ちゃんおいで。雨の音。
よりもちょっとだけお部屋側、今日もいい雨、優しい音、よいしょ、さあおいで、ユウの膝枕。じゃあ、目をつむってね。うん、眠ってしまってもいいよ。気持ちよく、心地よく、ゆらゆら、ゆらゆら、雨に流されていく葉っぱみたいに、雨に体を洗われるように。少し収まりが悪い？ならちょっと左の手首。心臓が早う動いとるね。そうね、坊ちゃん毎日頑張ってしまってるから、早う動く癖がついてしまったんやね。じゃあ少し緩めていこうね。そう、トク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 って急いでる心臓を、トクトクってひと休み。だんだんと混じっていく。腕をあやす音と坊ちゃんの心臓の音、とっくんとっくん、はあ、こうしてるとね、時間もゆっくり流れていくんよ。一休みのおまじない、お膝枕のおまじない。昔はね、坊ちゃんこうしてお話しするだけですぐうとうとしよったもんね。さあの時と同じ、ゆっくり息を吸うよ。
いつもよりゆっくり吸ってゆっくり吐いて、そして私の声を聞いて、雨の天井を見上げて、見飽きたら目をつむって、雨の音と私の声だけ、そうするといろいろんな音が隠れとるんよ。聞こえる。あれは雨宿りをしとる鳥の声。スズメかな。何の鳥さ。で泣いてる。お母さん、お母さん、ここだよって知らせてるみたい。あれは。雨に打たれる紫陽花の音。雨が空から降る音じゃなくて、雨が葉っぱに落ちる音。屋根を叩く音。縁側を濡らす音。地に染みていく音。聞いて、耳を澄ませて。あら、カエル。どこで泣いてるんやろか。元気な声。雨と一緒にしか聞けない、綺麗な鳴き声。グエコグエコって、お水をブクブクしてるような声。面白い。虫の声。きっと葉っぱの下でじっと息を潜めている。雨。
いろんな音が混じり合ってる。いつもはわからない音、忘れていた音、知らない空気。坊ちゃんは忘れていただけね。え、懐かしいね。暖かいね。雨に混じるたくさんの音、心地いいね。安らいでいく。あたしね、雨が大好きなんよ。それはね、坊ちゃんが今もこうしてお膝枕に頭を乗っけてくれるからよ。坊ちゃんのお父さんもおじいちゃんもそのまたお父さんもおじいちゃんもみんなね、ちっちゃい頃はあたしが見えてたくさん遊んでくれた。でもね、やっぱり途中で気づいてしまうとね、怖くてしまうやろね。私は雨の日にしか見えない女。お父さんにもお母さんにもお友達にも見えない女。何が違うんやろなって不思議に思って、おかしいななんて少し離れているうちに私のことは忘れてしまう。みんな忘れてしまう。私は少し寂しいけれど、でも坊ちゃんたちがその方がいいならって思って、また静かに雨を待つ。ずっとそれだけやった。でもね、坊ちゃんはほんに不思議な子でね。覚えとる？何度か遊んだ後、その時気がついたんかね、それともずっと気にしてくれてたのか。坊ちゃん、
私に名前を聞いてくれたんよね。そんなのもずっと前に聞かれたっきりで、私はもう自分の名前なんかわからなくて、どうしようと思ってね、坊ちゃんに、ゴンベイさんよって言うたんよね。七市のゴンベイさんですよって。たら坊ちゃんね、女の子なのにおかしいよなんて言って、それから一生懸命私の名前を探してくれた。私はなんでここにいるのか、私はどんな人なのか、私は何年ここにいるのか、何か思い出せないか。雨が降るたび聞いてくれて、雨が終わって年をとってもまた次の雨がずっと覚えていてくれた。私は結局何にもわからなかったけど、だいぶ大きくなった坊ちゃんがね、ある日いきなり私に名前をくれたんよね。覚えとる？ゆうって優しい雨って書いてゆう。ゴンベイさんよりこっちにしなよって、私とっても驚いてしまった。でね、それからしばらくは雨が降ってもなんだか照れくさくって、坊ちゃんに会いに来れなかったんよね。でもね、とっても嬉しかった。びっくりして、このまま消えてしまうんじゃなかろうかって思ったんよ。こんなに嬉しいことってあるのかな。私も気がついた。坊ちゃんにとって雨は優しいもんなんだなって思ったんよ。それがとっても嬉しかったな。坊ちゃん、あら、寝とるんかな、寝たふりかな。雨の日は
静かな音色に耳を貸して、ゆっくり息を吸って、土の匂いを吸い込んで、それからほんの少し、昔のことでも思い出して、雨の日は特別な日、時間がゆっくり流れていくんよ。晴れの日にいっぱいになった埃を、雨がしっとり洗い落としていくみたい。暑くなりすぎた空気をそっと包んで、ひんやり冷やしていくみたい。だから詰めて、気持ちよく、心地よく、ゆら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 、雨に流され、雨に体を洗われるように、坊ちゃんが毎日頑張って早う動かしとる心臓を少し緩め、小さな音を聞いて、ゆっくりと流れる時間を感じて、ね、起きて、気持ちよー眠っとったよ。どう？気持ちは落ち着いとる？ゆったりしとる？ほんなら、そのまま。まだ雨はやまんけ、あたしが坊ちゃんをきれいにしてあげるけね。そう、雨やどり。てれんでいいよ。会うたびにしてきたろ。坊ちゃんがどんなに大き
くなっても私はずっと坊ちゃんに押してあげたいな。さあそれじゃあ体を洗っていきますよ。冷たかったらちゃんと言うてね。冷たい？ひんやりして冷たいのが気持ちいい。そうよかった。それじゃお顔から洗ってあげる。おでこ、お鼻、右のほっぺ、右の耳、左のほっぺ、左のお耳、気持ちいい？ばっちゃん、うん、体を拭いてもらうのは久しぶりで心地いい。ゆうは、ぼっちゃんが気持ちいいことしかしませんよ。さあ、それじゃあ首から下も拭いてあげましょうね。喉、喉ぼとけ、大きいね。回って、うなじ、少し浴衣をはだけるよ。雨だけど空気は湿ってるし、私が近くにおるけ寒くはなかろう。右肩、右の恥ずかしいから言わんとこ。左から
左の寒いなさそうよ。少し暑いくらい、ね、そのまま右の腕本に大きくなったね。もう言うよりずっと大きい。左の指先まで綺麗綺麗。それじゃ坊ちゃん、少しお膝枕はお預けね。ゆっくり頭下ろすけ、はあ、よいしょ。それじゃお腹寝とって気持ちいいようなったら、そのまま眠ってしまっていいよ、ね、それじゃ右足左足の長い間だこと足の指もきれいにしましょうね。左の指右の指きれいになった。なら次はお耳いいの寝とって、ほら動かんの。ちゃんと綺麗にしますから、ね、それじゃよいしょ。
綺麗になったね。それじゃ反対も。くすぐったかろうけど我慢するよ。気持ちいいね。優しい雨に。
少しひんやりしてるみたい。濡れた手ぬぐいの感覚が心地よ。眠たそうにしとるよ。ほんならこのまま眠ろうか。そうゆっくり。体がきれいになったなら心も同じにしてやらんと。さあそれじゃあよいしょ。ゆうお姉さんがお隣でねんねしてあげますからね。むずがる坊ちゃんにこうしてから、それからはずっと雨降りのたんびにこうしよるんで、落ち着くね。眉と眉がひっついとるとき、こうするのが一番。こうしたら、で笑って、幸せそう。それで眠るよったもんね。
未来の間の硬くなったとこ、ここが硬くなったりと悩みやすくなってしまっている。いや、こっちも地元まで、ふんやりしとる。幸せそうな顔。ぼっちゃん。
小夏に放った時にお仕置きやけんね。坊ちゃんは寂しんぼやけん、ちっちゃい頃はよう寝たふりしよったね。主、道具を用意していただきありがとうございます。耳かきの形はほとんど私の世界で使っていたものと変わらないですね。はい、お任せください。それではいたしますので、布団の上に来ていただけますか。どうぞこちらへ。主を床の上でもてなすわけにはいきません。それでは膝枕をいたします。ほう、私はいつも膝枕で耳かきをしてもらいましたので。主、頭を失礼いたします。力を抜いてください。もう大丈夫です。どうでしょうか、私の膝の心地はよろしいですか。少々鍛え込んでありますので硬いかもしれませんが。主、いかがなされましたか。照れますか。あなたは私の主です。そう構えずとも良いと思います。少し息を整えましょうか。だいぶ落ち着かれたようですね。はい、私はいつでも主に身を捧げる覚悟です。恥じらいや恐れはありません。主を満たす、ただそれで本望です。それでは始めさせていただきます。主、好きな方の耳を差し出していただけますか。こちらでよろしいでしょうか。いえ、人の耳をこうしてまじまじと見る機会はなかったもので。主、耳かきは初めてなので少し観察してもよいですか。はい、では少々失礼いたします。ほも、なるほど、こういった作りになっているのですね。耳たぶの形と大きさ以外はダークエルフの私と大差はありませんね。これならば粗相のないよう耳かきができると思います。それでは主、この雪やあなたの命を遂行いたします。耳かきをお耳に入れますね。いかがですか。
加減はこれでよろしいでしょうか。はい、承知いたしました。では浅いところから順に清めてまいります。上手ですか？昔から手先は器用な方でしたので、そういえば勘がいいとも手習いの時おさんに言われました。ダークエルフは時に人よりも優れた感覚を持つそうです。それゆえ私は里の者からも。失礼いたしました。続けます。主、先ほどの話はお忘れください。もうあの世界に未練はありませんゆえ。私はこの世界で主によくしていただいております。毎日おいしいお米を食べられ嬉しいです。それに報いること、それが今の私の生きる意味です。主、浅めはひとしきり終わりましたので奥の方を清めます。
やはり何か喋った方が良いでしょうか。こういった時は何を話せば。また私の思うようにですか。そうですね。主は今心地は良いでしょうか。いえ、その主に気持ちいいと言っていただいたとき、妙な胸騒ぎを感じました。暖かいような歯がゆいような、でもとても懐かしい感覚です。これは嬉しいのでしょうか。しかし私はただ責務を果たしただけです。なぜ。しばし考えてみます。主、考えてみましたが、わかりませんでした。でも、この気持ちに偽りはありません。主との約束ですゆえ、お伝えします。主が喜ぶと、私も嬉しいです。主はどうして微笑まれるのですか。何かおかしいのでしょうか。
奥も終わりました。主、そういえばお聞きしたいことがあるのですが。はい。この耳かきの先端についている毛玉のようなものは何でしょうか。ああ、梵天というのですか。あ、なるほど。毛先で細かな耳垢を。あ、こちらもいたしますか。わかりました。それでは梵天でお清めいたします。こそばゆくはないのですか。あ、そうですか。はい、それでは毛先を回してみます。うん、加減はこれで良いでしょうか。はい、心地良いですか。主が喜んでいる。うん、そろそろお耳から抜きます。はい、綺麗になりました。あ、え、笑っていましたか。私が、これは大変失礼を。あ、主も嬉しいのですか。頭を一度戻します。うん、主、こんな感覚は初めてです。私はどうすればよいのでしょうか。あるがままでいいですか。わかりました。主がそう望まれるなら。では、反対のお耳も耳かきさせていただきます。うん、それでは、失礼いたします。
主、加減はよろしいですか？はい。その、心地はいいですか？はい。やはり、ユキヤは嬉しいです。短いからすぐ濡れちゃうね。よし、じゃあシャンプー取ってくるね。失礼しまーす。
め立てないようにするね。シャンプー足りないかな。もう一回。
ちゃダメだよ。始めるね。どうかな？痛くない？
ちょっと怖いな。大丈夫？この辺とかかな。他は大丈夫？
頃はさ、耳かき嫌がったよね。自分でやるって。でも私がしたいって言って無理やりやって。でもそれからだよね、やってって言ってくれるようになったの。なんか嬉しかった。してほしいときは言ってね。私でよければいつでもしてあげるからね。炭酸とかをつけてしまうと壊れてしまうので、
今までのマイクも使いながら上手に使い分けていきたいと思います。動画だけじゃなく生配信でもこの子を使っていきたいと思ってます。今日もお疲れ様。今日はどんな一日だった？うん。うん。うん。よく頑張りました。欲しいの？そんなんでいいの？はい、こんなのでいいの？本当に？私は物足りないんだけどな。照れてる。かわいい。よしよーし。なんでダメなの？年下扱い。してないよ。ただ君が可愛くて愛しいから、つい。
いい子、いい子。いい子、いい子。私がこうしてたいの。ダメかな。ありがとう。わがまま？もちろんいいよ。どんなわがままを言ってくれるのかな。ねえ、それわがままって言わないよ。ほら、おいで。目そらさないで。ちゃんと私を見て。私は君が大好きなの。だからね、君がわがままだと思ってることも全部全部可愛くて仕方ないの。もっとわがまま言ってよ。その方が嬉しい。どうしてほしい？教えて。私にだけ教えて。もちろんいいよ。君は抱きしめられるのが好きなのかな。私も好きだよ。君の体温も、君の匂いも、全部好き。好きなの。こら、下手ふりしないの。照れてる顔見して。寝たふりした罰。私もわがまま言っていいかな。君からのキスが欲しいな。ダメ？目つぶりたくない。君の可愛い顔が見れなくなっちゃうじゃん。分かったよ。仕方ないな。はい、どうぞ。幸せをありがとう。おやすみなさい。
つもとちょっと作り方変えてみたんだ。ジェフ、不思議だ。ブラウの技。その、一手間で出来上がりが、おお、すごい。みたいな。あ、ソース、2種類作ったんだけど、それも、わかったかな？で、そこに入ってるの。明日はもう一つの方、味見してね。感想教えて。そしたら、次は、もっと、あなた好みの味にしちゃうから。歯磨きもした？よし。さあ、こっち。こっち、こっち。聞いて、お布団の絵。ここ。マッサージしてあげる。今日ね、ネットでいろいろ調べてたの。自宅でできるマッサージ。試していい？マッサージ屋さんごっこしよう。はーい。靴下脱がせまーす。シュッと逃したの。バイバーイ。大丈夫、後で拾っとくから。あなたはそのの気にしなくていいの。もう始まってるよ、マッサージ屋さんごっこ。じゃあ、足の裏から。もみもみするね。気をつけるけど、くすぐったかったらごめんね。
足の裏、お疲れ様だよ。よーし、よーし。いっぱい、ねぎらってあげます。
知ってる？ふくらはぎは第二の腎臓って言われてるんです。それくらい大事な場所なんです。今日覚えたから行ってみたかっただけ。マッサージシップがたかな。なんかね、体中に発液を送るポンプみたいな役割があるんだって。よくわかんないけど、自分の足でも試したいよ。気持ちいいよね、これ。動画でやり方を見てヒールヒールを練習したの。だって適当にやってから痛めちゃったりしたら大変でしょ。あなたの疲れを取ってあげたいな。危ないことはさせません。太ももも、もみ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 。足腰の疲れを抜く太ももマッサージっていう機種で用意しました。バッチリです。一番好きなマッサージやっちゃおう。マッサは肩から。うわ、肩。あ、違う、今の怪しいギャグとかじゃないからね。本当に硬かったの、びっくりしたの。疲れてるんだね。全然指入らないよ。こんなに硬くなっちゃった。
お疲れ様。こんなになるまでいつも頑張ってくれてるんだね。今日は私がいっぱいよしよししてあげます。よし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 、いつもありがとう。私にそう見えるの？
あなたが一番なの。そうじゃなきゃ結婚なんてしないよ。はーい、世話に行きまーす。そう。
難しいと思うけど、あんまり無理しないでほしいの。どうしても気の合わない人とか意地悪な人もたまにいるけど、その人のご機嫌取らなくていいよ。だってこれから一生一緒にいるんじゃないもん。
ろそろ起きないとって。そうだ、お手手つないだまま寝てたんだ。寝てても話してくれないよ。かわいいな。恋人つなぎで手を離そうとするとぎゅーって握ってくるの。ほら、手を引っ張るとぎゅーって握ってきて離してくんない。猫じゃらしで遊んでるみたい。かわいいからキスしちゃおう。あれ、今ちょっとピクってなった。でもまだ起きない。話してくれないし。